動物にはなぜ尻尾があるの？みんなこんにちは、はてなくんだよ。どうして動物には尻尾があるんだろう。今日はいろんな動物さんにお話聞いてみるね。やあ、僕はカンガルー。僕は高くジャンプしながら移動する。だから跳ねた時に安定するように太くて長い尻尾をしているんだ。やあ、僕は猿。僕ら尻尾の長い猿はこの尻尾で食べ物を取ったり木と木の間を移動したりしているんだ。僕は尻尾だけで木にぶら下がることができるんだ。僕はチーター。僕たちチーターやヒョウは走って獲物を捕まえる。曲がるときはこの尻尾を使ってバランスをとっているんだ。尻尾を曲がる方と反対側に倒して方向を変えているんだよ。僕はリス。僕は冬の寒い時には自分の尻尾にくるまって寒さから身を守っているんだ。僕たちキツネもね、僕の尻尾毛布みたいであったかいんだ。僕は牛。ハエとか虫が来たら尻尾で追い払うんだ。馬くんやゾウくんも同じように尻尾を使ってるね。やあ、僕はゴリラ。僕には尻尾がない。僕たちゴリラや君たち人間は尻尾を使わないでいるうちになくなっちゃったのさ。今日のまとめ。尻尾にはいろんな使い道がある。明日も今日の続きをやるんで、ぜひ見てね。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー。バイバーイ。